すみません、お待たせしてしまって。捻挫の方は大丈夫ですか？はい、処置していただいたおかげでだいぶ痛みも引いてきました。そうですか、よかったです。じゃあ残りの擦り傷にガーゼを当てておきましょうか。こんなにあちこちすりむかれて一体何をされていたんですか？ああ、今日ショーで使う射出装置の調整をしていたんです。射出装置？はい、猿に乗るとビヨーンって大きなジャンプができるんですよ。でもさっきルイ君がテストしてる時にビューって強い風が吹いて、それでこうした怪我をしてしまったんです。そうだったんですか。ショーをやるのって大変なんですね。ええ、確かに大変なことが多いですね。大道具作りや運搬も体を使いますし、今日みたいに天気が不安定な日だと装置の調整も必要ですし。ですが。でもでも、すっごく楽しいですよ。みんなと一緒にやるショーは一番楽しくて、大変でも毎日だってやりたいくらいなんですよ。特にルイ君が考えてくれる演出はどれもワクワクしてすーっごくワンダフルなんです。ああ、そうだね。やりたいと思えるショーを存分にできて僕も幸せだよ。やりたいと思える、もやもやした感じ。ん？朝日奈先輩？どうかしましたか？あ、ううん、なんでもないよ。でも、素敵だな。大鳥さんも上白さんも、やりたいことに向かってまっすぐ努力できてて。私はそういうの、全然なくって。どうしてそのように思うんですか？どうして、どうしてかな、なんとなくですかね。なんとなく周りを見ていて、みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。そう思ったんです。私には本当にやりたいことなんてないって。あれ、私ちゃんと笑えてる？朝日奈先輩。ないということもないんじゃないですか？え？なんとなくで恐縮ですが、朝日奈さんにはやりたいことがあるのではないかと思って。そうですか。そんなことないと思いますけど。もしかすると、気づけていないだけかもしれませんよ。え？実は、僕は昔、自分のやりたいことがわからなかったんです。いや、わかってるつもりだったんですが、本当は全然わかっていなかった、と言うべきでしょうか。僕は最初、自分がやりたいショーを作れれば幸せだと思っていたんです。たとえたった一人でも。でも本当は僕のやりたいことを同じようにやりたいと思ってくれる誰かと一緒にショーをやりたいと気づいたんです。気づけなかったのは諦めていたからです。どうせ自分のやりたいことを一緒にやってくれる人なんていないだろうと。でも
仲間に出会えて、本心を問われて、ようやく本当の気持ちと向き合えました。ライ君、それで思ったんです。本当にやりたいことを自覚するのは思った以上に難しい。だからもしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです。私は、すみません、自分のことばかり話してしまいましたね。いえ、手当ありがとうございました。これでいい賞ができそうです。それならよかったです。でもあまり激しい動きはしないようにしてくださいね。痛みがぶり返してしまうかもしれませんし。ええ、お気遣いありがとうございます。あ、そうだ、朝比奈さん、よかったら僕たちのショーを見に来てくれませんか。水木たちと一緒に。あ、とびきり楽しいショーにするとお約束します。それから、実は今回のショーはさっきの僕の話と少しリンクしている部分があるんです。だから朝比奈さんは他の人より少し親しみやすいかもしれません。でも、朝比奈先輩、私も先輩が来てくれたら嬉しいです。先輩が笑顔になれるようにいっぱいいっぱい頑張ります。時間が合えば。やったー、ありがとうございます先輩。無茶を言ってしまってすみません。よろしければぜひ。それじゃあ僕たちは失礼します。手当本当にありがとうございました。しょうか。本当にやりたいことを自覚するのは思った以上に難しい。だからもしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです。やりたいこと、もうこんな時間なんだ。ボランティアは5時までだから。ルイ、エム、どこだ、返事をしろ。どうしよう、もしかして何かあったんじゃ。司先輩、草薙、アキト、ルイとエムを見なかったか。装置の調整をすると言っていたんだが見当たらなくてな。それなんすけど、実は。何？ルイが怪我だと？救護テントにいるって私たちも行った方がいいんじゃ。うん、こうしてはおれん。早速ルイのところに。落ち着いてください。上城先輩はすぐに戻るから心配しないでほしいって言ってました。それに今日の役なら問題なくこなせると。だがあいつは無理をしてそう言っている可能性も。だとしても上城先輩はいいパフォーマンスするために最後まで調整してたんすよ。なら先輩たちはショーのためにできることをして待ってた方がいいんじゃないですか。確かに、私たちが救護テントに行っても見てることしかできないしね。それに M も付き添ってくれてるし、今は信じて準備しない。そうだな、俺としたことが取り乱してしまった。よし、ねね、気を取り直してショーの流れの最終確認をするぞ。うん、もう大丈夫そうだな。それじゃあ俺は戻りますね。司先輩たちのショー期待してますよ。うん、その前にアキト。何ですか。
ルイを救護テントに連れて行ってくれたこと、心から礼を言う。ありがとう。それから、ルイのためにも落ち着けって言ってくれたことも、すごく助かった。どうも。まあ別に大したことはしてねえよ。じゃあな。水木に話しかけられた時はあの辺りにいたけど、さあついに一般枠ラストです。最後を飾るのはストリートの新鋭リリットマットスクワット。おーい真冬。あ、ごめん、遅くなった。大丈夫だよ、ボランティアお疲れ様。今からちょうど弟くんたちのステージだよ。間に合ってよかったね。そういえば夏祭りの時は相棒くんと歌ってたけど、4人で歌うとどんな感じなんだろうね。いよいよだね。お客さんも盛り上がってるみたい。この調子で、うん、これ以上に盛り上げていきたいよね。ああ、アキト大丈夫か。お、おう、調子の方はバッチリだ。だがあいつまだ戻ってきてねえみたいだな。そろそろ危ねえ時間だが。おーい、みんなー。あ、ルイ、エム。遅くなっちゃってごめんね。もう怪我は大丈夫なのか。ああ、東雲くんから聞いたんだね。でも手当ても終わったし、今は大丈夫だよ。ただ、あまり激しい動きはできないと思う。要所要所の動きを少し変えさせてもらってもいいかな。それなら、こっちでも最低限の動きにできるようにちょっと考えておいてよ。間に合ったみたいだな。東雲くん、さっきはありがとう。君たちのパフォーマンス、楽しみにしているよ。アキト、上白先輩と何かあったのか。ああ、まあ、ちょっとな。先輩、俺たちの方が沸かせるんで覚悟しておいてくださいよ。言うね。よし、それじゃあお前ら全力でぶちかますぞ。やっほー、リリットマットスクワットだよ。みんな盛り上がってる。全力で行くからついてこいよ。コハネがチームで歌ってるの初めて見たけど、すごいな。声の力強さが他とは全然違う。トーヤくんも全然知らない人みたい。かっこいい。コハネちゃん、アンちゃん、すごい。ビリビリするくらいの迫力だわ。アキトくんも夏祭りの時よりずっと上手になってる。すっごい迫力だね。すごいな。まだまだ、こんなもんじゃねえぞ。
完全に石の豆くんたちの空気だね。これだけのパフォーマンス、並大抵の努力でできるものじゃない。石の豆くんたちも相当無茶してきたんだよね。すごい歌声。